なんかね、自分の声が聞こえない。自分の声が聞こえない。あ、聞こえるわ。不快だった今。自分の声が不快だった今、すごい。うん、普通に消えちゃった今。はい。先どうぞ。ツイッターで拡散してからにする。不毛な身内戦やるの。これやる。僕が絶望する未来しか見えない。なんでこの組み合わせリオン君やってるの。はい。これ、伊勢屋、伊勢屋が。よくんこれ。よく見たら。からの、はい。高めにてどうすんの。いや、疲れ。はい。あ、疲れた。からの疲れたとして下西が拾えなくて、さあ、ビッグでしかジャンプして、じゃあ、下西スルーカーってか、これはパーフェクトガチか。さようなら。当てんの。じゃあ僕パスするんで。おい。その譲り貼って。君たち赤月使ってるじゃん。オッケー、釜持った赤月な。問題はさ、自分が魔女に持ったからさ。どうせすぐオレンジ戻るんだよね。わかります。大丈夫大丈夫。何が大丈夫なんだよ。勝てば問題ないって。俺セットだよ。赤月使えよ。え、やめろって頼む。やめてくれ。本当やめてくれ。本当やめて。お願いだから本当やめて。わかったよ。仕方ない。そっちが悪いわ。え、本当やめて。ゴルド本当やめて。
誰だよ、早くしろとか言ったやつ。タイガーさんだった。邪魔をするな。ファーストクローズ。リバイバル。読み読み。ああ、リブさんの所属か瀬戸大作か。わかんない、どっち？ルヨするよ。ルヨ通知してんじゃん。ルヨするっていうから壊し重ねたのよ。くれバカバカ、スタートして。おい、顔が、ずっと。出先が落とせ。このルマンが落とすわけなかった。あ、つかないそれ。許せんのだけど、アークは僕に味方をしてくれた。完全に汚ねえやろ。え、今のひどない？え、今のひどいよね。いや、ストロング映りが強いっすわ。うるせえ。今のやめろ。そうだな、ほんとにやめて、ほんとにやめて。なら、メリカブの方がいいわ。メリカブの方がいいって。よーし。メリカブの方がいいわ。準備運動しとこう。買ってこいよ。あれを、マークメリカブはちょっと。いいの、マーメリカブでいいって。マーカツケンしよう。まあ、モラル全1メリカブだからな。処理分だけ。ヒット確認。ねえ、その友達のアクセスあさるとやめよう。こすっちゃうよ。ラゲもずるい、ガーファずるい。見えないか。おい、友達のアクセスそれ。あ、シーソー、お、シーソー、ふざけんなよ。
セカンドクローズディバイド。あ、負けんの、完全に読めてるね。ねえ、やめろよ。あ、さっき打ったって。もういいよ、シースケあるよ。いいよ、そうじゃん。あれ、ウィーブしない。あ、あー、ごめん今のごめん、本当に許して。あ、これ許され。あ、ごめんおい、セットコートだな、これもう。めっちゃ怒ってる僕じゃありません。あ、ディオンボスと名前出してね、部屋名がしょうがないね。え、ゴブゴブ、ストロングゼルハに瀬戸で勝ってるし。ええどういうことって君たち何やってんの、さっきから。あれ、今回あってた、すいませんでした。部屋一人分だけありますよ、枠。あんまり多くてもあれなんで。うまっ。あれ、エリアルコース違う？マークさん、はい、エリアルコース違うの？動きは気持ち悪い。あ、死んだ。弱え、このキャラキャラってあらいね、優しい感じで。マックにするかね、仕上がすぎて気持ち悪い動きが。武器キモあ、ついに捕まってシス取ったけど無理はしない。死んだ。汚い。気持ち悪い動きが。あ、うまくやったよ。なんかウニやってねえなブレイブレやってんだけど、すごいアクションゲームだよね。うん、これ保存しようほら、これ公式に見せて、ね、次回作きっとセット強化されるから。あれ、ハゲ見てるじゃん。ハイド、ハゲ、うん、ハゲが配信見てる。なんかうかつ、お、タイガーさん、間違えた。タイガーさんも参加するかい。言える、なんか今、コメント上がるときはするけど、気のせいだな。気のせい。糖尿プレイヤー。某糖尿プレイヤー、瀬戸代表。誰のこと言ってんの？糖尿って何、糖尿って。お疲れ。お疲れです。お疲れです。何し。
いや、クロスさんと対戦したくて来ちゃいました。はい、お疲れ様でした。やめろ海外勢にも愛されてるからな。どうでもいいんだけどさ、これさ、完全にさ、自分がオレンジを持ってさ、お休みって終わるわけでしょ。だいぶ俺も戻るから待ってろって。何のために自分が一生懸命オレンジ化したかわかんないじゃん。オレンジになって、僕とリオン君とタイガーさんの誰かがオレンジになって、そう。ロスクさんと対戦して、さらに。お前にまだその色は早い、下げてやろうって。3300が。あ、できる。え？タイガーさん、さすがヒット確認早いっすでしょ俺くらいになれば。あ、うそ、浮いたってじゃん。にしてあ、これはは映画の指導。マジっすかあれ。死んだ。まだこれ。あ、汚い。汚い汚い汚くないでしょ。汚い汚い。譲り派の方がよっぽど汚いわ。オリエの汚い。オリエ汚い。え？あ、パスしてくださいって言えなかった。殺すまでやりたいです。いやー、クロスピさん強いからな。熱帯農業ダメでしょ。なんだお前、熱帯以外では勝ち越せるみたいな言い方しやがってよ。絶対これダメでしょ。でもタイガーさん一回も 6B 振らなかったよ。こういう問題じゃない。ジャンプ A 死んでた。でもアスフェトジャンプ A じゃなかったよ、あれ。聞こえない。そっちゅうだんおじさんじゃなくなってた。ああ。タイスカも友達なくスプレーできるからな。押した一度西赤いシューだわはい。あ、ダメなんだこれ。え、何しようとしますか今。いや、普通にゲージなかった。あー、パリーン。あー、 あれ、おぉ、パックフィーキーしか出してたぞ。セットオリーってどうなの。オリー有利やろ。うがるする。出た、タイガー式。これみんなやらないんで、強いんだけど。あー、ごめんなさい。ランクマだとあれ当たんないんだよね。大体みんな擦られるよ。みんな擦ってる。そうなる。おっ、あー、うまっ。あ、怖い。あ、違う。
シールドでよかった。どう出るね。ここまであった。終わらない。ウィナーセット。あれ前からだっけ、コマ投げって。前だよ。消えろ。ダッシュからきつすぎ。別なんか作り直そうよ、とりあえず。めんどくさ。ストスピ。でも、海外勢にウィズスピーイコールクロススピードって特定されてたからな。本体戦さ、ミュージスにやりすぎですけどさ、あれだよね、若干。あぁ、まあ、譲り派対策バッチリだからね。よくないよ。いや、対策できてる相手でやんないと意味ないです。それ拒否してたらマジで。おい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 、ふざけんなお前。あぁ、ひどいぞ。三振上確定だ。マジか、見てんな。あれ確定なんだね。一応綿増しすれば避けられますよ。うまっ。余計強すぎなんだけど、なんなの。あれ、あいってる。あの、切り替えはちょっと面白かった。あああれ、どうすんの。画面外せ折ってからのこの人どうすんの。クロスピースペシャルか。わお。あったやったやった。どうすんどうすん。いや、静かにあるよ。ルームに戻りますか。遠征じゃよかったな。この窓勝てる人いないんですけど、ピンクなんだけど。俺だって言ってたらきついんだぞ。わかる。いや、オリエ会えますよね。触りに行くまでどんなにこっちが必死になってると思って。いや、触った後と触る前じゃないですか、瀬戸が言ってんのは、リョン君が言ってんのは。いや、言ってオリエもゲージ剥がないとダメージ取れねえからね。取れてもだって3000から置き攻めいけるかどうかは一緒だよ。あたしみや。あ、おい、オアシスか。ヤマサカ見たらすごい弱いってよ。おお、やば。ファイトの殺しに行く。ラッシュガードだ。セカンドクロス。あ。イケメンコンボ。
あーなるほどね。はい。これはきついと。あーうまい。うまい今の。いや普通に1ラウンド目で余裕で取ってたでしょ。もう2ラウンドで落とすのが一番切れそう。こっちだよーが。いやインクジャンプレッシュで差し抜いた。出迎えさんでいいっすか。はい、じゃあお先に。はい、お疲れ様です。スカイプのボタンも作り直しといて。てかあれでもいいよ、自分ミュートにして放置のいいし。それでも。じゃあお疲れ様。お疲れっす。お疲れ。そうね。ニジで配信多すぎてさ。誰見ようかなみたいな。なんか今サッシャも酔っ払いながら放送してなかったっけ。そう、酔っ払い放送してるね。彼にお酒を与えてはいかんと、あれほど脳に放つなんてジンさんが言ってたね。お願いします。はいはいはい。今行くよ。いやあ、対策したいな、瀬戸と。こっちは超楽しいけどね。日本くんが濁ってる瞬間の動きがすごいわかるよ。リオン君ほらマー君対策でリバーサルオプシーやってないよまだ。切れそうだったかね、あれ。あれあ、あお 1F 対空無敵でしたっけ。あれ何歩だっけ。なんか1フレぐらいからっていう噂を。あー今オーダー出した。多分入らないよね。まあ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 。あーこれはあかん。あ、ミスった。あおおおあ、なんだ。あーさよならだ。セット対策ができてきた。最近あの米さんのやってるプレイを思い出して。もう言うて米さん瀬戸すごい苦手な感じがする。あーダメか。なるほど、そして早いんだ。あーうまっ。でも倒せないのが瀬戸なんだよな。あーもったいない。 CS 使って2100だ。
これは。ああ、よく見。やっちゃった。あ、やっちゃった。まあ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 。まあまあまあ。ゲージ状況が。ああ、潰す気なかった。え？うまいな、やっぱり。セット体力あるじゃん。おお、うまっ。あるぜ。あるよ。こするだけの人生。やったれ。あ、見えねえ。あこれだよね。ラストデッドの時のこれね。あれ、セナル枠終わったの？セナルの枠は終わったのかな？まだやってるっぽいな。まあいいけど。サシャもなんか一日ニコ生やってるような気がしないでも。スポンサー募集してるからだね。新しい仕事か。あれね、画面見てる人ほど当たるんだよね。そう、見てない人ほど、それ通んないから、みたいな、哀れてほしくて。あー、うっそーん。やっちゃったかん。ディズニー派戦わかんねえなぁ。あ、めっちゃ痛いやつや。そんな変ない。なんというツーツーさ。うーわ、うま。負けただけです。あのジャンニシー BO だ。一応重なってるっぽいんだけど、もうちょっと重ねたいな。いやだな、これもったいね、見れなかった。一瞬殺しきれないかと思って EX ホップロンに迷ったんだよ。あー、このカスあたりなくそう、汚い。あと出なかった、はい、先指導でこれはいいんじゃない。リオン君よく瀬戸でこのキャラずっと相手にしてるよね。その気持ちはよくわかる。立ち回りしてきやがった。選ばせてからの、すでに読み合いが始まっていたか。でも言うて今のところ僕以外のユーズレハにはそうそう負けないんでしょ。
ボーシーが。はい。はい、生まれてる。ババババババ。偏差値やろうとしたら逃げました。おっと、そういうのずるいぞ、駒上げ漏れだろ。ああ、なるほどね。だいたい引き込んだ。あん、リオン君？なんか僕3連戦目になった気がするからパスしちゃった。疲れちゃう。このレベルはやっぱり疲れる。うまい。あ、そうなの。オリエタやりたくないの。イズレハタやりたいの。オリエセトって言うほどオリエ楽ではないよね。楽ではない。捕まえるまでやっぱオリエきついっすよ。なるほど。ん？あー危ない危ない。あれ、あ、入るの。エース抜いた方が安定する。普通に良かった。あー、ごめんなさい。死なないかと思ってヒヤヒヤしちゃったよ。はい、今あ、一瞬が勝った。ほら、むずいよね。タイガーコン。エール。
うん？え、クリスチャン使ってなかったか、使ってなかった、使ってたらまずかった。なんかオリエ FF 見えたらやっぱり、うん、押しちゃう。あなた方はね、押せば基本的には安全に絶対取れるから。なんか海外勢からツイッターでマー君イズゴッドってきたぞ。書いてあったね。ゴッド譲り派になっちゃったからな。あれうまいんだよ。あんぱん。しょがりか。VOをしようとしたけどゲージなかった。めっちゃ置いた西に負けたね。あれってさ、ガードされっとだよね。今シールドしたんで着地まで何も出せないですよ。ほら、ゆずりはゴッドって書かれてるよ。ゆずりはゴッド。でも多分ゴッドよりストロングのが強そうだからな。ストロングゆずりは強いよね、精神的に。ちょっと尊敬するストロングゆずりはのカラーを。マジか、色で強そうなもんだって。ミスしそうなカラー。これクロスピだからっていう。あー、お願いシールドが良くない。あー、それとバケだ。できるんだよな。っていうと、いや違う、単にアサルト漏れたってこと。
オリエでアサルト番組はあんま意識しなくてよかったからね。おかしいなぁ。あー惜しい。あー、クロスピだった。クロスピだったわ。ここから使うと中断が。これしかすることがないと思うよ。 4B 見てからやりたいんだけど難しいな。こういうの落とさねえもんな、やっぱこの辺すげえ。あ、ミスはい、あ、潰そうと思った。あ、はい、さすがに。めっちゃ飛んでったな。うまっ。やっぱこのカラー偉大だわ。お？どちら様だろう。本当だ。回線ゼロ。感染税的な。いや、わ、申し訳ないけど対戦は難しい。次からはあれだね。まあ今日以降はちゃんと回線制限つけないと。そうね。俺も昨日やってあれだったわ。ゼロの人がね、部屋立てで速攻入ってきたけどね、申し訳ないけどって言って速攻。さすがにちょっと試しに一回やってみたんだよ。もしかしたらできるんじゃねえかと思って、あまりにも無理でやめた。やばい、かっこいい。様子見ない限り何にも無理なんないけど。割って。マジでこいつ。お互い言葉が汚いもんだって。
ドマのコーナースランドマンです。え、今なんで当たんなかったの？距離も関係してるんだ。そうそう、C 派生直でやつ。あー、なるほどね、その指定させるっていうか、あのどの消失にしたかでも多少関係あるの。落ちても闇に属する海、うん、あー、なるほどね。なんかよく A 派生じゃないと当たりにくい指導とかもあるよね。あ、パスしてくれた。感染税の人か。負けた、うん。ね、あの瞬間ちょっとラグを乗ろうよね。でも護衛を肝かれる西井なのに、無駄な抵抗は寄せ、ゲージないからいけると思った。そうそうそう、他に ダッシュシード目ってやっぱりなんか竹勢にだけ通用するからちょっと面白いね。そう、あー、いいよ。ちょっと怪しい。難しい。ああ、割れちゃった。解放して。やめるって言ってるの。なんでそっち投げてんの。それダメなんだよ。割と強いよね。強いね、意識が。あ、今しかもね、グラ入れたつもりがね、 3C グラっていう何の意味もないもの。瀬戸戦は 3B でいいかもしれないですね。譲り派は 3C か。譲り派は 3C。 珍しい。これどっちもできんの？どっちもできます、これ。へぇ、おい、これはまずいぞ。はい、やっぱこれだった。やっぱこれだった。サードクローンディバイド。でも熱帯のオリエ使ってこないんだよね。なんかね、みんなやんないんだよこれ。わかんないのかなって思ったんですけど、思ったらなんか新規勢オリエにグリッド渡してないんで、そのせいですかね。あー、間に合わない。しかも 2A4C とかよくわかんないルートが見えて、はい、うわー、めくってる。これは破れるだと。最近フレーム出てんけどさ、結局5フレなんだか6フレなんだかってさ、その数えるフレームの違いなのよくわかんないんだよ。なんか人によって違いますよね。そのモーションが出始めなのか、なんとかなのかみたいな。オリエ壊し、あ、そうなの。え、でもこの人対戦特にしないで、さっきパスしてくれたよ。うん、とりあえずもう一回様子見てみたら、こんなんて。リオン君のファンか？またか？またか。でもこの人、ゆずり派のおっぱい大好きな変態だよ。
言われてもわかんねえな。誰か解読班。解読班が必要。単語ちょっとずつ調べ検索するしかない。みたいな。うん、枠終わってる。まあ一応それ譲り扱いが平気でみんなやってくるんだけどさ、なんか仕込んでんの？いや仕込んで、まあ仕込みますね。おー、めっちゃ遠い距離だったんだ。バレてた。はい。もうダブルで負けたからなんかちょっと損した気分がやる。確かに。さっき負けてたわ。まだ1ラウンドだからそんなあれじゃなかった。うん、飛ばしてくれるし、多分見学させてくださいみたいなあれなんじゃないのかな。ゴッドハイド。七瀬の弱さを見せつけてやろうと。大丈夫、分かった、怖いから。そう、そう、めっちゃ大事だよ。まあ、弱くはないけど。やばいちゃったか。そういえば明日カナメさん福島来るらしいな。今日の夜今向かってるっぽいけど。まあ今日は猫みこんちに泊まるって言ってたけど。確認できたけどコンボできなかった。やるしかない。そうだね。うん、なんか怪しい。あれ意外と中心くらいしか判定ないのかね、今の見る限り。あれ弱いんすよ意外と。もう地味に停滞されるのが嫌らしい。マクスしてない。今のは 3B かなんかで拾うの。どこまで打ってくんだろうね、あれ。どこまでもいいの？端まで行きますよ。これがなぁ。相手減る。完璧に分かんねえっていう。分からんゴーしてやったぜ。あれ EX ハードなんかアサルトジャンシーやろうとしたら、ジャンシーダメやろうとしたらあれが出た。EX ハードは攪拌
超余裕の格安です。ゲスケさんと、あと、このゼロの人はオートパスついてるから海外の方かな。なるほど。ゲスケさんに飛ばしてあげよう。あー、しまった。あー、さすが。もう一人の方もオートパスつけていただけると。なんか海外勢と見せかけて ID がすごい日本人っぽいよね。マジで見てなかったな、何？なんか雫となんちゃらみたいな。エセジャパニーズかおい。面倒なのと出くわしたな。たまにプルマだけ2000戦とかやってる人いない？びっくりするんだけど。見たことないですね。最近はなんかずっと自分で部屋建てたりしちゃってたな。部屋建てるんですけど1時間来ないとか普通にあるんですよね。来る。いやほら、ね、ビータとかやったり他の作業しながら。そう部屋建てるとね、人は来てくれるんだけどね、なんかリップ20万とかそのあたりの人ばっかで結構どうしようかなってなる。なんかそうなんですよ。あ、そっか。あ、カラー指定か。でも同じ紫にしても結局なんだろう、あ、ダメ、できないね。その特定の色以上ってはできないはず。同じくらいぐらいしかできないんじゃない。そっか、同じくらいか。自分より弱いとか設定できねえのかな。ひどいあれだけど。自分、あ、こいつ弱いからどうぞみたいな。自分より弱いにして部屋名主はゴルドーです。メルカバオアゴルドって書く。そうだね。あー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 、これは、はい、あれ、散らしたつもりだったんだけど。まあまあ、ゲッチを切るか。ユースケさんっていつ始めた人なんだろう。復帰した。さっきわかるよ。はい、ギャグになってた。この立ち絵ミスんねえかなってびっくりする。ビビるんだよ。そう、すっごいわかります。この立ち絵が鬼門なんだよ、このコンボ。やべ、立ち絵拾えっかなみたいな。なんか明けだとミスる要素ゼロなのに、ミスんないところをなんかミスってみたいなのが多い。たまになんか立ち絵でなくて立ち絵空振って、盛大に攪拌とかありません？ある。大事なパーツが1個抜けたせいで。で、あ、5C はちゃんと出るんだっていう。そう、あ、5C とか。俺だってこの間の大会で4君にやったよ。3C A アローで、その後のアローがなんて、アローだけ出てて、ん？ってなって。しょうがない。無駄な抵抗は要せ。あなたを救済した。あ、そうね。でもあれがされたら本当崩す方法がないもん。なんかアケだとなんだかんだ8割9割立てるけど、
集団ガードした後のあの通ずしい読み合いをしてくるタイプのオリエだと、あ大変だね。当たる。かっこいい。あれジャンビリ消せっかと思ったら消せなかった。しないなあれはペネでも。あ、危ねえ。うまい。あ、これはたまに見せた方がいいかなと思ったら、はい。あれ、ユンヒートワースまでさ4800ぐらいまで行くよね、確か。あ、どこまで追っかけっかが難しいな。そこなんですよね、なかなか。意外と B オーダーで消せねえかなと思って消すんですけど、お、これは半分減ってるぞ。あー見えねー、この技よ。それね、僕がもう何回かやってるんで、にわか織江使いだったわ。いや、気持ちはわかりますよ。そうだね、ちょっと今にわかっぷりを発揮してしまった。え、そんな嬉しそうな声出さんといてよ。これリオンくんなりの照れ隠しでしょ。俺知ってる、任せろって。ほらこのカラーならなんかいける気がするでしょ。なんか IQ 低そうなやつが。クロタンのセットちょっと戦ってみたいんだよね。命が惜しければ邪魔をするな。ストロングスピード、ゆずり扱いはみんなこの色使えばいいと思うよ。あれ、ガードした。あー、いける。やっぱ途中であれセグ入ったら全部入んないよね。ゴルドのグリムリーパーってさっきがリーチ半分くらいしていいんじゃないかな。まずいぞ。これ見えねえな。で、4区はコメビューとか使ってないの。うわ、うまい。今の CS だったな。おお、なるほどね。強し抜けだ。
そう、ゲージ吐かせたかったな。やっぱ体力低いよ。やだな、これ。低いなって思うけどさ、これ以上増やしてほしくないかな。すごい個人的にだけどね、瀬戸にはの前作の恨みがあるからさ。瀬戸でかな、心折れそうになるっての。リオン君のセットだけ見てっとね、このキャラ全然強えじゃんって思うんだけどね。やっちゃった。まあやっぱ違うよね。触ればあるよ今の。今ここ死んだな。いや、今の範囲はこのカラーを使ったことかな。スピっちゃったか。もうミスしちゃったかな。気に病むことなどない。ケイアスユズリハ、ああ、まあそうだね。なんかよく床に転がってるよね。転がる前、転がり前一って言ってた。でもあの人一時期ユズリハいけるって言ってたんですよ。すごいな、俺絶対言える気しねえもん、あのキャラ。オリエでさえユズリハきついって言ってるもん。あれなんか甘えなんじゃねとか思い始めてくるよ。いや、ユズリハいけるって言ってて、神楽坂の予選で日高さんのユズリハに3立てされて、本戦でジャイさんのユズリハにぶっ殺されて、いけるとは何だったのか、結論無理ってなってました。最近メルカバとユズリハがほんときつい。お、結構オリエメルカバってだいぶ、なんでしょう、オリエ側が辛そうな印象がある。6まではつけたくないけど、確実に点5はついてるね。発生 5B の発生が早すぎて、まず、あのリーチ本当はエースラの距離だからバンバン振りたいんだけど、 8B がやっぱ強いから。で、捕獲で捕獲だっけ、なんだっけ、あ、捕獲、捕獲がやっぱり遠距離のホプロンも迂闊に設置させてくれないし。そうなんですよね。そしてオリエはあんまりグラップのタグがね強くないから、全身削除。この距離微妙になんか前行くよね。あ、そうそうそう、スカイプは俺とリオン君とマー君。配信画面見てないんでコメントついてるかも知らないですよね。なるほど。最近ね、昨日と一昨日だっけかに、特に何もつぶやいたりしないでプレマしてたんだけど、はいはい、そしたらね、なんか栃木のね、エンジェルとね、ブルマとかいうやつが特攻してきてね。あー、その二人はダメだ。何も言ってないのに2日続けてね、入ってきたよ。ほんとひどかった。ブルマさん言ってましたよ、俺が入ると部屋がいなくなるって。そう、部屋から初心者がいなくなってね、俺が駆逐されるんだよ。綺麗にさっといなくなるよ、ほんと面白い。2戦くらいはね、やるんだけど、なんか何も起きないで終わってって、スーッとなんか対戦終わったら、なんか部屋綺麗になってたみたいな。やってったー、やるしかなかった、やるしかなかった。
いねえの、まあ、斬新か。何時までやる予定だって。眠くなるまで。まあ、とりあえず、まだこの枠と次くらいは俺はいけるけど。まあまあまあ。厄介なのが現れたな。あなたには犠牲になってもらいます。ファーストクローズ、ディバイド。なかなか。おお、三振じゃねえ。あ、おいしい。オーダー指導になってる。あ、見えねえ。あ、ミスった。あ、これね、これね。ごめんなさい。甘えてんじゃねえと。いや、きつい、ほんときつい。確かにリンネオリエはオリエきついっすね。まあ天国くらいかな。立ち回りの触れる技がやっぱ 2B と 6C とかで結構抑制されちゃうんでね。あとしゃがみにスラスト当たりにくいのがちょっと。そう、バティスタとかは別にこれ当たんないんだよね、何もしてないと。そうなんですよ。 A スラがスカルから B スラぶっこんでるしかないんだけど、それすげえ、めり込まなくても結構な距離で 2B 半角になっちゃうから。クーガはまあシールド取って本当にグリッド頂戴級しか、これ相打ちになると相殺するから、あんまりバンバン振っても、だから本当にこうやってダメージ取っていくしかないかなって最近は思ってる。今のはうまいっすね。おお、やっぱあの空中 B オーダーって判定なんか下あたりにしかないですよね。おお、うまっ。やる。あれ上の方判定ないよ。ですよね。うん、だからあの上りのオーダーコンは多少ディレイをかけないと。そうなんですよ、似てる。クーガってどうすればいいの。キャラによりけりだけど。そうだね、オリエもやるけど、ただそれで1500とかね、2000とかダメージと引き換えに 100% 使うと厳しいキャラもいるから。そうなのね。オリエなんかもそれであまり使わないっていう時もあるが、コメさんは結構選んで使ってるって。まあ譲れがならノーゲージで、うん、まあそうだ。最低グークーガーは用意してないと見てから間に合わないんだけどね。ね、そうそうそう、あの辺は取らなきゃいけない。これ引っかかるんだよ。うお、怖っ。あー、吸い切り出ない。いろいろあったぞ。そうだね、やってない人が、まあジャンニシーがね、多少ディレイかければずらせるっちゃずらせるけど。あ、シールド。うわー、つながってる。つながっ
やってねー。今オーダー出したって。解放してもろくなことがないっていう。お、あーやってって、うまっ。セーフセーフ。この DB 拾いすげえうまいん。これ簡単っすよ意外と。そうなんだ。やってねー、もったいねー。ラッキー。あれおなんか投げで反応しちゃったよ。連覇しろ。これな。下手くそになるよね。最高に下手くそ。自分でも知ってるそれ。堀江のオーダーは、まあ無敵あるなら派生見てから無敵で割り込めば。ただ堀江側が CS 持ってる時と 100% ある時は暗転返しできるから、よっぽどの技とかじゃないと返せないよ。ゴルドーのグリムとエルトラムのシンクは堀江暗転返しできないですよね。グリムは勝てる勝てるんだ。あれすごい。シンクは無理。ハイドのブリンガーはダメ。なんかカスヒットするんですよね、確か。そう。ブリンガーに対しては、なぜか EX アローじゃないとダメなんだ。アローはすり抜けるんだよ、あれ。なぜか。サイヤンがね。ああ。やろうとしたね。あ、うまい。とっさのバックステ。おーい、ロケット続きやめろって知ってるよ、前世があれで死んだもん見てからやっただろって言ったら死んでて。前作あれ先に勝ちましたからねだって頭完璧にね、ルーラーめり込んでんの一方的に潰されてふざけんなってなった。その結果があの堂々の3トリプルパーフェクトで。おお、セグメント消えてる。おやる。お、いい指導ちょっとね、やるしかねえ。まあ何もしないんだけど。あ、ペネスカでやってんのそれ。そうなんですよ、スカでもできるし。やるしかねえ。とりあえずごめんなさい出すこと以外は何もできなかったんだ。当たったらいいぐらいの。でもあの状況さ、正直どうしようもなかったよね。瀬戸に CS あって、セグ置いてあって、リオンさんかっけえとか言ってるけど、さっき何か散々おっぱいつぶやいてたぞ、こいつ。え、リオンくん。おっぱいやろうがよ。何が 2C のおっぱいじゃん。ねえ、ほんとだよ。ひさとねみでしょ。家使いのね、こんなキャラっすね、あれな人が多すぎてついていけない。ちょっと家使いを見習ってほしいよ。反応してるの。これ、リンネにね、ジャンゴプシンしなきゃいけないのが。あ、リンネは地上6シーンじゃダメなの。その後 A ペネが当たんなくなっちゃうんですよ。あー、なるほどね。
リンネの判定がなんかやたらおかしいおかしいみたいな、みんな言ってるけど、ここもあー長かった。モラリストっつうかバーティシャスかや、モロリ。あーごめんなさい、だ見てるー。おお、なんねえだろ、ここで降ってくんの。あれ普通に立ち暮らしたの。よいしょ、いける。マジで。あー届かない。何IQ低そうなコメントだな、おい。多分名前くんだから大丈夫。こう言ってるけど、別にね、マジでごめんね、直也くん。決して悪気があったんだけど、フヒーとか言ってんだけど、飛ばせた？オッケーオッケー。誰だよこれ。ロイくんか。邪神様崇拝者って誰だ？なかなかの腕だ。なんだそれ。その程度。くだらないか。目は覚めたか。みんな、リンリン、セカンドクローズ、ディバイド。先、引く、後部、後期。自主規制入ってるんだけど。いや、ハイド君の落ち、自主規制が入ってよ。うまい、今の。そこで
この程度でよ。サードクローン。ちょっと濁した感じが大事だね。まあ瀬戸はねそういうキャラだもんね。とりあえず置いとけば相手抑制してくれるもんね。今カウンターじゃなくてよかったなって思ったらこうこんなになってる。甘え。うん。いや。強気。背負ったもののさだ。ああなるほどね。裏切りの姫リンネ。よ、一人どなたがいらっしゃってる方がいるね。邪魔をするな。ファーストクローズ、ディバイド。おお。くだらん先。遅い。あまりに不節。なかなか。あ、マジか、爆死するんじゃないか。はい。セカンドクロス、リバイド。そこで、遅い。そこで。あやっちゃったーん。何刺さってもね。止まったね。
回戦。可愛いって言われてるよ。関西のメルカバ使いだっけこの人。あー反応が遅れた。いやー見えない。入れ込んだ。それ汚い。あれ両対応なんだよね。しょうがない。この折り絵。いやちょっとボタン押し間違えちゃった。はい、そんな減るんだ。4C 指導ほとんどやったことない。多分負ける。桜白夜に何も起きずに殺された。白夜は社長と朝倉さんくらいしかやったことないからな。こんばんは。そのカラー好きなんだよね白夜。2Pカラー。あーマジか。一回。
用するかなって。なんか切り返しないのきつそうっすね。うん、それね、やっぱり一番みんなきついっていうね。どうだった？だ三種グラップ微妙らしいよ、あれ結構ですよね。ちょっと実はトレモン15分ぐらいしたけどグラップ使えないわな、あの技じゃ。もうちょい早ければね。うんうん。でも三種あれが下段っていう見た目がちょっとびっくりしたな。そうそうそう。これは痛いぞ。リンで当たんねえのあれ。うがつ指導で減るよね、やんなきゃ。100% ハイで3700とかしか減らないってケイアス 100% ハイで1700どうして取れんのかな。取れないキャラも多いからね。 100% ハイってっていうかメルカバ 100% ハイた指導だと C なんだ指導3900出してなんか冬オープン攻めまでついてきた気がするんだよな。いや、それはちょっと、インスレーター。そいつ実はもう決定ボタン押してたっていうね。いや、日本くん画面見てなかったね。よーし、覚悟なさい。命が惜しければ邪魔をするな。ファーストクローズ、ディバイド。はい。反応が間に合ってない。なかなか。呼ばれてた。はい。ボール。
セグメントな。見えねえ。あー、これは。はい、いつものラウンド1だ、これ。やってないよやっぱこの辺ユニットワース4入れないでも出ちゃうからね。あー逃げ、バカバカバカはい、ゲージ開始行ってこ。あバカ、何やってんの。いけるいける。やる。いろいろあった。危ない。いろいろあったね。熱帯の織江さ、はいはい、この色多くない？そうですか、あんまり。なんか同キャラとかになると大体みんなこのこれなんだよね。僕あの黒か、間違えた、金髪黒服ばっか見ますけど。あー、自分と同じ色使ってる人さ、たまに別な色でやってる時もな、見かけないんだよ。何それかっこいい。あ、来たね。ビルナイト。毒々しいやつ。これが。やっちゃった。バレるわ。違う、コンあれ普通に落とした。タッチ。あ、ヒット確認タイガーさんすげえ早いですよね。爆発で引っかかったんだけど。足やれない。あー、立ち絵に噛み合った。うっそ、当たんなかった。はい。まあ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 。俺は大丈夫だけど。僕も大丈夫ですけど、リオンくんさっき眠いって言ってなかった？
だいける。赤いっていいね。D名さんに怒られちゃうよ。しつこいわね、あの子。やる気だね。任せてよ、姉さん。ファーストクローズ、リバイド。取り合いに。ああ、やえだ。あ、これ。あ、危ない危ない。下げれるかと思った。逆に白やって誰に有利つけられるんだろう。これこのキャラ相当暁啓安とかにぐらいにしかなんか有利つけらんないんじゃないかな。多分個人的な。ケイアスはいけそうだね。他のキャラに対してだってなんかきつそう。やっぱ火力そこそこありそうなイメージなんですけど。ですよね。そうだね、なんか引っ掛ける指導技が結構高めだから平均的には出し取れるけど。こいつマジか。ゲージないから派生出しておかないと。反応が遅れるとこうなる。ないけどごめんなさい。ゼロの方、起用技、命くれない。これもう負けフラグだかんね。あ、この技よ。おー早い。さっき言ってた色どれだっけって見ようかと思ったら普通にボタン押しちゃった。
命が惜しければ邪魔をするな。ファーストクローズディバイド引く。こいつよ。スカイプ特有の読み合い。中断。素直だった。普通に食らったな。セーブ当たんなかったね。勝敗を決しました。ウィンウィン。セカンドクローズディバイド。リバインスラッシュ。連撃。全然だ。あっ、しっかり位置入れ替えて。おっ、おっ、いろいろあった。あ、これは死んだんじゃないか。やわらかい。うん、ないないけど振るしかない。一応なんか対空って、頭無敵が発生1フレからっていうのはどっかで見た気がする。うん、うわ、セイクリッドアローって声だけ聞こえて、立ち絵に一方的に潰されたから。逆やわかんねえんだな。今のところ逆やわかんねえって言いながら、カメ殺してなんとかなってる感が。あー、立ちええな。コンボはかっこいいよね。違う違う。ラッキー。ああ、無駄だ。ああ、レシーブくらいだと2へ繋がるんですね。繋がる繋がる。おお。立ち返りでも繋がるけど。なんか微妙にレシピ変えようとしたら失敗した。これなんだよな。これなんだよな、やっぱり。3B 間に合うな。 3B が。もう反対に投げない。ベクってなんか投げ途中でレバー後ろ入れるとだよね、変えられる。一回しかやられたことないけど、なんかあれで後ろ投げられて罠に振って、もう重なってね。ああ、早かったー。当たってよ、あれ。うまい。
ました。あー、ガフ。なるほど。あれ、勝利で拾えるんですよ。お、立ち絵が。やっぱり 5B グラップか。あお。なるほど。あ。噛み合ったな。立てますか。海外勢の方かな。お、海外勢の方。なんか海外勢セットアイコン多いね。人気なんだ。ゴルドが人気って。それな、ゆずり花はよっぽどアサシンだよ。面倒なのと出くわしたな。あなたには犠牲になってもらいます。ファーストクローズディバイド。詰める、落ちない、甘いの、やめる、ケースは万全だね、万全だね、勝て、勝て。拾えねえか、アマニャント。おお、すかしたつもりだったのに。ねえ、結構すぐなるよね。アペでリップ120万あれば紫になるじゃん。そうね、ただでさえ紫アイコンで部屋立ててもさ、1時間放置されるのに、紫より上あったら。固めがうまい。あ、ダメだ。オレンジアイコンならランカムでも対戦拒否されにくいじゃん。なんか紫だけで結構拒否される気がするよね。あ、もったいね。上がるね。赤月とかになったら入ってくるかもしれない。拾えるか、無理だったやっぱり。最近気づいたのが、あの、暁の初心者練習中マーク。あれ、あれ大体危険信号だから。十中八九ゴールドかメルカバっていうね。何人かいた。あれ、あれ、セナルは。あ、これは。ワンチャンあるで。6秒じゃない、逃げろー、時間がないよ。あー、しょうがない、やるしかなかった。うわ、悲しい。昔戻してくれ。ここで揺り返してくれ。昔の DC はオフレ有利って、壊しがレンガ。あー、西置いたんだけどな。壊しレンガのジャンエイトの2弱っていうね。あー、またやつった。これなんだよ。なんだよな、やっぱり中断。あ、やっちゃった。ありがとう。
途中レシピ迷ってすげえミスりそうになってやばかった。熱帯だとあの B オーダーができないんですよね。あああれ、うん、4最低3とかじゃないと絶対やんないね。あのルートでも実際どうだろうね。普通に BCA オーダーの方のルート行ってもそんなダメージ変わんないよ。なんか100とか150ぐらいしか確か買わないですよね。200やっけかな。紫のカラーって言ってたらさっき言ってた。うん、これが？でもなんか半分ぐらい海外勢ないイメージがある。多分マー君が言ってたよく見るってこの色だよね。見えないんですわ、これ。あ、ごめん、あの金髪、金髪の黒。これこれ。ブチさんのカラー。ブチさんカラー。ストロング譲り派じゃないけど。なになに、なんかチンパン譲り派だよねって、コメント来たの。画面見てねえからわかんねえんだ。違うよ。違うよ、豚だよ。ただの豚だよ。マー君豚だからな。俺とリオン君違うもんな。あキーとか言ってたら食らっちゃいけないし。そしてオシャレに 3B 拾いしようとしたらミスったっていう。あーもうここで昇竜っても何の意味もねえっていう。何やって。あー V 用紙。あーまだだ。あーじゃああのアローがよー肝心なところで見せる。この直前変と言わなくてやったわ。お、わかんねえぞ。やるしかねえ。はいはい、審判。これが審判譲り派です。やめろ、許さない。おとなしくエリミネーター持っとけって。爪が伸びればまだいいんじゃない。爪ゴルドの駒投げあれね、バクステ座れた時ね。あれ投げ抜け仕込まれるのやめてくれねえかな。確かに投げ抜けっていうか投げ仕込まれてんのかな。あれって V を座れるんだよね。あれ謎ですよね。
あー、V をグラップ。したんですけど。これだからね、今回負けたやつ。もうね、あれやらないと八重チリに勝てないからね。ケイスケさんがとうとうオレンジアイコンになってしまった。あれ？これ読みでさ、出してくるなら、まあまあまあ、100歩譲ってリオンくんなら許すけど、逸材のお宮でそれ出たときって、駒投げ化けじゃん。駒投げ読んで、飛んで、駒投げ化け 6C に当たって負けるっていう。確定だ。怪しい。やっぱみんな見えないよね。確定だ。一瞬あの時ってさ、西当たんないんじゃないかってちょっとヒヤヒヤしない？あれ、スカリスになる時あるんですか？やばいね、罠がビーペネで消えるって。やっぱツッツキ。あ、間に合うか。あ、ひよってる。背負ったもののさだ。セット。発生自体はそこまで速くないのあれ？あ、そう。そうそうそう。なんか前作の最初に出たファンブックというならムックみたいなのには、インフィニットワース全キャラ発生一緒だったよね、確か。12か13って書いてあった気がするんだけど。12ってコメントくれてるね。おお、ありがたや。面倒なのと出くわすかな。命が惜しければ邪魔をするな。ファーストクローズリバイド。ああ、
あ、グラップを捨てた。ジャンプ A の横の判定のなさ。喋ってんのがリオンくんとフレッドって言ってもわかんないが、タイガーさんとマーくんで、コテハンはリオンくんがニコ生始めたばっかで、多分まだコメビデとかな使ってないんだよね。うん、みたいだから、まあいずれ実装されるのではって。はあ、いろいろあった。やっぱ熱帯アサルトジャンシー強いよね。速い、本当にハイドのジャンピーとかガンス。かっこいいことできんの？できない。あー、社長っぽい。コマ投げ指導でさ、本当に頑張って最大いくつ減るの？今コマ投げ CS インフィニットワースでさ、 CS コムで2600だったよ。3000ぐらい頑張れる？きついね。入ってるよ。入ってないみたいだね。なんでだろう。ファーストクローズ、リバイド。ああ。おい、誰だ、田舎者とか言うなよ。時を止めた。あ、やっちゃった。たまには、ごめんなさい。たまにはなんだ。たまには BRO 下がったんだよ。たまには BRO。 あ、これはあ、やるしかねえ。あ、今抜けたってセカンドクロー。ディバイド。お、あ、いいな。飛び逃げダメ。結構みんな当たるよね。あ、あ、熱帯シュー。ありがとう熱帯。これ間に合わない。
サードクローズディバイド引く捕らえた。うん？策を前に散りかける。やります。押さえた。押さえた。銃を前にかける。押さえた。おもり逃がす邪魔だ。つかなくてよかった。まず当たんなかったかもしれない。当たんないね。あれは本当に。しかも俺なんかコメントでお前なまってんだよって言われてるから。出すなって。リオン君さっきから聞こえないからっておっぱいおっぱい言うのやめて。そんなゆずりはの西井のおっぱいみたいの。え？変なこと言ってない。事実だよ。ね。イオンさんって豚なんですっていうコメントが来てるけどね。ああ。もしかして。それ。大丈夫。減るなぁ。あれ？二コンボで死んだ。こういう時もてか結構見るよねこの光景。枠も終わったね。何なんだろうね。俺はニコ生とかの方の音の設定は分かんねえからな。そう。なんか配信時のボリュームみたいなの設定できんの。つけたんですけど、うん、これ今自分の声で入ってるか確認できます。ちょっと待って、ね、ちょっとバカ。抜けてきた。落ちてきちゃったんだ。この辺にチャン。この辺に行くよ。あ、これはかっこいい。あ、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 まだ聞こえないんじゃないかな。聞こえてない。やめて。
音は入ってるんだけどね、リオンくんの声が入ってない。やっぱり入ってないの。たまにクロスピマのアイコンが光るんだけどさ、なんかの音拾ってんのかね。あれじゃない？寝言。寝言と。音を聞くっていうのはどっちだろう。BGM が多くて、俺の声も入ってないんだよ。いや、リオンくんの声は多分入ってない。そこから入ってなかったらしいんだけど、自分の声を今どうするのかっていう。そう、俺とマー君がね、ちょっとあのリオン君の会話が抜けると、ところどころ何言ってんのか分かんないこと。声が小さい。小さい。俺設定どこいじっても変わんないんだよ、ほんと。なんですよ、ニコニコ。もしもし？ニコニコライブエンコーダー。ん？聞こえてるっぽいな。聞こえてるんだけど、なんか声が小さいらしいんで。小さい？うん。いや、さっきからね、入ってなかったっぽいんだよね。あれ平気だと思ってたのは、ここだけの喋ってるメンツだけだから。よかったね、リオンくんがおっぱいおっぱい言ってるの、バレてなかったじゃん。いや、言ってないんだよな。リオンくんがおっぱいいっぱい言ってたのはね。やる気なのね。ファーストクローズディバイド。その点差式風クローション。本当にいじってみるけど、一応ね、マックスにしてんだけど、マイクの方の音量は大なんですよね、一番右。リースしとけばよかったけど、タイミングがなかった。いいね。うん。セカンドクローズ。リバイド。
シュバーどうしたよ。止めなかったな。PC の方もいじってんだけど。このマイクブーストってのを上げるとノイズになっちゃうんだっけ。そう、今ひどい。大丈夫。違うよ。何も出なかった。音量設定ってとこさ、マイクの音を最大にしてんだよね。一応それでもちっちゃいのかな。それでもちっちゃいらしいんだよ。どうすればいいんだろうか。で、PC の方のマイクもさ、音量マックスなんだよね。そうなったらもう一つ聞いてるお前らがっていう、なかなかすごい立ち回りするじゃん。あ、オートパス戻そうとしたのに。あれ、さっきより聞こえる。さっきより聞こえる。あの、一応マイクブーストは上げたんだよ。でもノイズひどくなっちゃわないかなっていう。でもまだ小さい多分。どうだろう。腹から声出そうっつってるけど、夜中ですけど、あ、スカイプ音が大きいから。これ割と普通に喋ってもいるよね。確かに。うん。どっちなんだ。特に問題ないとは思う、うん。まあ、さっきよりは大丈夫だったんじゃないかなっていうことならいいと思うけど、俺がちょこっとこっちで試しに聞いてる分には問題なく聞こえるけど。あ、問題なく聞こえる。うん。あ、じゃあよかった。じゃあ行くか。セカンドクローズ。ああ、よかった。俺ずっと自分の声入ってるもんだと思って喋ってたからな。そうだね。マークも恥ずかしいよね。気づいたらもう4時10分なんだけど。うぅ、投げる時なんだあれ。いや、ない、他人重なってないか。もう投げすかだったから。あー、コマ投げだ。立ったぞ。コマ投げはね、こういったプレイは強いんだけど、それだけなんだよな。あー、あれシールド取られたらもうダメ。ああ、あれ、ちゃんと押しをすれば、ま、何も出せないんじゃないかな。わかんない。何これ。おお、おお、
めっちゃ赤い、めっちゃ赤い。カラーか。剣の色であれも変わんのかな。あー、この剣の色気持ち悪いな、なんか。なんか風がもう赤かったからね。すげえ違和感しかない。ちょっと待って、解除する。了解了解。じゃあ久しぶりにリオン君に回してあげようと思ったけど、タイワさん行くんだ。あれ。優しい。別に、別に。もう赤カラーのセット使わないの？ん？いやなんかね、赤色のカラーのセット。最近ね、やっぱ保護色使った方がいいかなって。まあ、でもヒルダーステージだったら赤カラー。あー、保護色かもしんない。保護色になるよ。おぉおぉ、あー見えない。あー出ない。バックして。あれガードが溶けてる。セーフ。出してない。今危なかったね。危なかった。相手もびっくりしちゃった。あー安い。でもあれ以外で拾えんの？あそこの高さ拾えないです。とりあえずやって高めに戦具出しとくぐらいの。わあ、停止性すぎる。立ち絵長い。目は覚めたか。セカンドクローズリバイド。これあれだな。ああ、音のチェックすんのにさ、配信上の音聞いてるけどさ、リオン君とマー君に比べてめっちゃ黙ってんだよ。もうなんか聞き慣れた感じが。多分ネコミコと比べると余計黙ってると思う。声低いから多分そういう風に聞こえるんだよ。ネコミコは声も高いしボリュームも高いから。さすが野球部。やるよね。うわうわ、あれ光るんだね。バックステージない。あー痛い痛い痛い。あと20秒逃げれば勝てるよ。まあそういうキャラなんだよな。20秒で。人間戦はマジで鬼ごっこだから。心温まるコメントが来たよ。お？タイガーさんの鉛好きよっていう心温かいコメントをいただいてよ。誰でしょう。ああ。なんかレオさんの輪廻と社長の輪廻を混ぜたような、うん、やりづらい。基本丁寧なんだけどね、たまにすごい社長っぽいところも。そうたまに遊びが1割ぐらい入ってくる感じで、なかなか。あーかっこいい。かっこいい。かっこいいけど。ああ、あー CS 出ない。でもあれで俺がまだ福島だからこんなもんだけど、もっと上だったら多分聞き取れないよ。青森とか北海道ぐらい行っちゃうとどうなんですかね。秋田とか会社の人にいるんだけど、秋田はやばい。俺山形行ったけど山形も結構だった。秋田は山形は結構ズーズー弁っていうか、ひどいね。
たわ。ほんと何言ってるか分かんねえもんな、もう。俺ですら分かんねえ。国が違うかもしんないね。でもなんかオーバーザワールドの時とかさ、やっぱ関西勢とかも来たけどさ、あ、出た。まあいろんなとこから来てるんだなって、そういうので実感するよね。あの時の関西勢、関西勢っていうか、あやさんが元気だったな。あのオーバーザワールドのせいで、僕リバーサイアシミがトラウマなんですよ。あー、あれね、あれはなんか2年連続社長にトラウマ植え付けられてるけど。わー、サンシーが出ない。ちゃんとグリッド減らしてんだな。あ殺せると思うよ。殺せる。ベカって体力いくつなんだろう。ああ、9000はあるんじゃなかったっけな。この逆策のなさで、切り返しのなさで9000以下だったら、ちょっと、あ、やっちゃった。割に合わないよね。9600じゃないっけ。9600。あ、でもそこそこあるんじゃない。結構あるな。体力はあるけどみたいな感じが。体力はあるけどこの状況どうする。危ない危ない、割れてた。あ、危ない。あ、あー、汚い。あれ、ビアケアのコパンって7ぐらいでしたっけ。7だっけ。7だっけ。7って聞いた気がする。7か6だったか。うん、だからさっきの CS 確認からもう一方的に 2B でも 5A でも出しとけばよかったんだけど、多分 2B で勝てたら7だよね。うん、単純に頭に入ってなかった。みんなウニ勢さ、はいはい、フレーム調べんの好きな人多いからさ、こんなもんだんだって見てるけどさ、はい、俺そんなフレーム頭に入れてもさ、対戦中理解できないからさ。あ、なんか分かりますよ。とりあえず主要技の抑えてこれができるくらいでいいと思うんだよね、個人的には。はいはい、僕もそんなもんです、ね。まあ、そこまでね、細かく覚えてない俺は。とりあえずこれやってたら有利やろみたいな感じだから。うん、これは不利とかね、最低限それ覚えてとかでいいと思うんだよね。これはこれやって何フレだからまではいらないと思うんだよ。あかんあかん。ラッキー、こっちのラッキー。あ、これ出したらやばい。おい、ある意味流れあるわ。あー、来たねー。対戦中は、まあ、そんな頭回るんだったらもっと違うことに使うかな。あー、これダッシュガードきついんだって ラグい。重い。重くてダッシュが出ない。重いよね。え、やってないぞ。なんで切り出たの。重くね。
なんないかな。ああ、なんないっすね。3分。もうしょうがない。ああもう。どっちだみたいな。どっちだったんだろう。多分今の思ってたけど。でもなんか後ろに下がってたっぽく見えたけど。多分剣の初段部分が表だから。ああ、勝利したい。ああ、読まれた。ハイドでね。技が出ないんだよね、入る。辛そうだけど、譲り派の方がなんか入力的にめんどくさそうなんだけど。と思うじゃん、譲り派はチンパンできるんですよ。何を言っとる。チンパンにもセンスがいるんだよ。ある意味名言だよ、それ。確か、チンパンのセンスはちょっとないな。マークメルカバのセンスあるもん。なんかメルカバ向いてるよねって言われた人ってなんかあんまり嬉しくないよね。よくいるじゃないですか。ハイドはね、熱帯コンボ妥協しなきゃいけないからね、すげえ。ね、ベイカンディレイとか、うん、無理でしょ。難しい。 3B で拾うのがやっとかな。あと端でそう A B 間で拾えば火力出るところさ、そう B 無理だから B にしなきゃいけない。さっき A にして拾えなかった。やっぱもう叩きつけられてる。あ、チンパ。あれ？つながってか。おっと、タイガさんいいカラーって言ってることはメビウスくんか？メビウスさんかな？打たなかんな。わかんねえ。あ、いいよ、そういう中断。あ、いいよ。あれ、タイガさんメルカは向いてるんじゃ。ちょっとコパンこすんないで。もう中断が。こいつ中断が通る通る。ひどすぎ。ああそうっすね、中段あんだけ通したら今度は見え当たりやる的なね。そうでもいいよ。なんだこの折り絵。あほらだね。おおやりやがった。タイガーさん。ちょっと接続切れちゃった。あ、ちょっと通信が切れなかっただけっすか。
戦の調子が悪いんじゃしょうがないね。そう、なんか一瞬重くなったんだよ。まあね、なんか正直7戦の声聞いてると、あの、7戦のイグジストはダメだね。ちょっと気が抜ける、眠くなっちゃう。なんかもしかしたらもう1台モニター準備しとかなきゃいつか割っちゃうんじゃないかって。なんかね、イグジストぶっぱで負けた時とか、なんか マークのそのカラーはあれだね、遊んでそうな女の子だ。ビッチカラー。あおお、弱そう、その勝利。ああ、さようなら。セカンドクローズディバイド。爪が丸、固める、無駄だ、固める、爪が丸、悪くはない、無駄だ、走れ。ああ、もうあと1分で枠終わっちゃうみたいだ。あ、これで最後ってこと。それ有利だよ。ああ、おお、硬い。